からかわトレード。で、ファン騒然爆速でトレンド入り。7日午後の XQ Twitter で突然からかわトレードがトレンド入り。ロッテファンが騒然となった。発端はファンが上げたと思われる動画。ロッテのキャンプ地石垣島のグラウンドと思われる場所で、バッグを担いだからかわに選手やスタッフが握手を求める姿が映っていた。それが別れを惜しんでいるように見えることからからかわトレードがトレンド入りすることになった。からかわトレードマジ？え、からかわトレードないよね？嘘やろ、さすがにね、からかわトレードだったらマジでフロントやばい。スーツで練習したらしい。見てないけどスーツ姿だったわ。スタッフやらと握手したりありがとうって言われたらしいな。何の理由で離脱になりそうなのかわからんらしい。ヤクルトとチュニドラは投手欲しいやろ。今年35歳になるおっさん欲しがるとしたらチュニじゃねえの。トレードだとチュニドラか。トレード相手は高橋周平でチュニと予想。お前らとりあえずチュニドラって言っとけばいいと思ってるだろ。俺は周平と交換に1票。でももらえるなら置いとくってとこはあるだろ。金銭トレードかもよ。長期出張行くんやろ適当。ソースは赤味噌だけど中日今年も投手の頭数足りてないっぽいし限りなく投げるだけに近いからかわの需要もありそう。まあ出すなら金銭が妥当ちゃう。からかわは現役ドラフトのリストに載ってたって噂があったし投手陣に怪我続出のチュニドラが無償トレードで獲得やろ。出ても金銭やろうな。同格の選手もらっても使えんし。トレンドにもなってたから確定したんかと思った噂話だけ。普通キャンプ中のトレードとかある？ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。